アメリカコナギは水青イカの水生植物。北、アメリカや中南米が原産地であるが日本にも気化植物として定着している。北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカの水田や湿地、用水路に生息する。日本でも岡山県や福岡県などで気化植物として見られる。特に岡山県では在来種であるコナギに代わって アメリカコナギの生息地が広がっていることが確認されている。一年草で通常中水状態で生育する。葉は根性で、葉平の長さは9から30センチメートル、葉身は長卵系。花期は8月から10月で、花は先端の尖ったヘラ型の花びらを6枚持つ。花の色は青紫色のものと白色のものが知られる。種子は長円形で、 長さ約0 7ト、mm、ル。色は黒か色。種子生産量は非常に多い。コナギに似るが、コナギの花は5から6個の花が集合した相乗過剰であるのに対し、アメリカコナギの花は単一であるため、花を見れば違いは明らかである。また葉の基部がハート型になる。コナギに対し、アメリカコナギの葉の基部はハート型にならないため、葉でも見分けられる。 なお名称が似ているが、コナギは水青い族に分類され、アメリカコナギは別属のアメリカコナギ族に分類される。ありがとうございます。